てゆりなです。イエーイ。はい、というわけで、次の配信が最後という感じになります。はい、というわけで、ちょっと待ってね。目がさ、カピカピなんだけど。トゥルル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 ン。やばいな、今日全然テレビ見てない。なんかテレビありました？皆さん、いいの。お、定一の国があるよ、だって。なんかそれさ、面白いって言っとったじゃん。いうのね、見たことないんですよ、それ。そう、あるんだ。いつあんの？終わった？もしかして。あ、ピラピラティさん、クマかけ10匹ありがとうございます。ありがとうございます。バリおもろいよ、だって。そうなんだ、見たことないんだけど。今やってるよ、だって。ねえ、マジか。そんなん録画できんやん、始まってんねんから、ショールーム。終わったー。何、9時からやっと、もしかしてな。ユミガンさん、クマかけ10匹ありがとうございます。最悪。まあテレビ見てなかったうちも悪いんやけど。マジか、見たかったな。あれ、月曜日なのに？月曜ロードショー的な？そんなんあったっけ？よし、教えて仰天やります。今現在48グループで香川県代表が5人いますが、今後一緒にイベントとか何かしたいですか？個人的には指差しレンジャーみたいなのとかあったり
ありだと思いますが、レンジャーものだと何色？やっぱりピンク。あ、そうですね、ピンクがいいですね、やっぱり。ピンクがいっちゃん好きなんで。はい。うん、そうだね。まあ、そうだね。うん。まあ、ピンクっていう顔はしてないと思うんだけどな。まあ、ただ単に好きなだけです。次、ショールームの配信の時、R1 ヨーグルトを飲んでいるのをよく見かけますが、フルーツミックス味、アセロラ、ブルーベリー味、ストロベリー味とかは飲まないんですか？だって。え、飲んでる飲んでる。飲んでるよ、それも。まあでも基本的に普通のオーソドックスの、これでしょ？これが多いってことでしょ？え、他のも飲むよ。一時違うやつ飲んでたんだけど、まあ、最近またこれに戻ったって感じかな。なんかね、低脂肪タイプはね、甘くないんだよ、あんまり。だから最近甘いのが飲みたくて、こっちに変えました。まあ、いろんなのあるんで、気分で変えてるって感じですかね。まあ、基本的にストロベリーかブルーベリー。でも、ストロベリーってね、結構ね、売り切れてることが多くて、今日もこれ買いに行ったんだけどさ、マジでこれ残り少なくて。ほんで、なんか、おい、もうないやんみたいなんで、これ一生懸命買った。次。4月からのドラマで見たいものはありますか？私は石原さとみさんのアンサングシンデレラが見たいです。初めて聞いた。というかいいな、今度4月から始まる。やばい、4月から始まるドラマ、何があるんか全く知らんのよ。逆に何があるんやろうってすっごい思ってて、自分。そう、だからこの石原さとみさんのこれがあるのも知らんかった。そうなのよ。だから何があるかなーって感じで今楽しみにしています。まあね、他のメンバーに比べてあまりメンバー同士で甘えたりイチャついたりする瞬間を見せないユリナさんですが、そんな中でも甘え甲斐のあるメンバーはいますか？エイト以外でもメンバーでもかってことで。あ、そう、私あんまりそんなに、そう、まあでも確かに、そうかな。だからそもそもうちメンバー同士での配信をしないからじゃなくてかな。多分。じゃない？こうメンバー同士の配信しないからかな。いや、わかんない。どうなんだろう。ユリナは、どっちかっていうと甘えられる方かな。身長でかいんで。身長でかいんで、だいたいみんなユリナより基本的一緒かちっちゃいぐらいなので、どっちかっていうと、ユリナがこうっていうよりかは、こう、こっち側の人間ですかね。どっちかっていうとね。メンバーといたらずっと笑ってるイメージ。あ、もうそうかも。マジでずっと笑ってる。え、本当になんか、なるとか、熊本のコンサートのレッスンの時とかさ、なるにさ、マジずっと笑ってんねとかさ、なんかテレビないのに、マジでなんかテレビのリアクションばっかするよねって言われるぐらいね、結構ね、マジでそう、そんな感じ、ずっと。うち逆にショールームの方がサバサバしてると思う、普段より。だいぶ。多分一番ショールームがサバサバしてる、ユリナ。な、一番さ、本当は一番違うとこなのに、一番サバサバしてるかも。結構。そうだよね。多分メンバーと配信してる時のうちと、でも一人で配信してる時のうち全然違うと思う。でもどっちもユリナなんだよ。どっちも本来素のユリナなんだけど、え、なぜか違うの？なんでですかね。普通は多分逆だと思うの。本当はね、多分ファンの人に、こうなんか、
ブリブリみたいなのするのが本当は多分アイドルとしてはそうなんだと思うんだけど、なんかそうできないんだよね。なんでなんだろう。わからん。あ、クマかけ10匹、赤いゾウさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ。そうだから、そうなんですよね。メンバーといる時の方がめっちゃ笑ってるし、どっちかというとメンバーといる時の方が甘えたれかもしれないですね、結構ね。そう、まあ、だからどっちかっていうのは甘えられる側の方が多いですね。やっぱどっちにしても結構上の方に、エイトでもやっぱ先輩の方になってしまうので、やっぱりなんか可愛いね可愛いねの方にどうしてもなるかな。で多分うちが結構さ甘えてんのよく見るの多分あれじゃない、小田とかあかりんとかにはうち結構多分すごいあれかも、甘えてる気がするな多分よ、わかんないけど、そんな気がするよ。配信とか多分見てると思うと思うけど、うん、それ以外はもうみんな結構なんかこっち側、そうだね、そんなイメージあるでしょ。そう、そうなんですよ。りんちゃんに緊張する？したことない、りんちゃんに緊張。ないない。したことない、全く。だって同期だよ、ゆりな、エイトンで。うん、ないない。そう、あやねちゃんはね、あのね、甘えてちっちゃいからね、甘えてくる顔で、結構もう私をあれですね、あのなんかボケ、うちが結構ボケたりとかすると、え、なんとかでしょってこうスパッと突っ込んでくれるタイプの、あの見た目と中身が私あやねちゃんと結構真逆ってよく言われますね。あやねちゃんは結構見た目すごい可愛いし幼い通りなんですけど、意外にサバサバしてるから、そうそうですね、なんかあやねちゃんは本当ザ少女っていう感じがすごくします。うん、なんかその後輩メン、後からエイトの中でも後から入ったメンバーとかの関わり方とかもなんかすごい上手いんですよ。なんか仲良くなるのが上手いっていうか、話すのが上手い、すごい本当に、あ、長女なんだなっていう長女気質すごくあるけど、見た目が超可愛いから、なんか先輩とかにはなんか本当に見た目可愛いよねみたいな感じ、そんな感じする。うん、いや、うち人との接し方超苦手なんですよ。でもこれでもだいぶ自分から超話すようになった、やっぱ後輩増えてから。でもね、やっぱ時間はかかるね、急に喋りに行けるほどタフではないけど、でもわりかしね、うん、なんか1対1はまだむずいんだけど、何人かいての1人とか結構多いかも。え、どっちかっていうと人見知り、え、バリバリの人見知り、うち超人見知りだよ基本的に。先輩、 AKB の先輩にも人見知りだし、うん、後輩にも人見知りだし、基本的に人見知りですね、全開に人見知り全開です。え、めっちゃ気使う、全体的になんか人に気を使ってしまう、だからなんか難しい、どうしたらいいんだろうってなっちゃうなあ。うん、そうなのよ。そうね、だからね、あ、確かに、うん、やっぱゆりながもうちょっとちっちゃくてなんか可愛らしかったら、もう誰にでもなんかイエーイって感じでいく。でもうち基本的、昔からうちボディータッチめちゃくちゃ多いタイプの人間です、本当に。
人にすぐ抱きつく、え、中学生の時とか めっちゃ人にすぐ抱きつく癖とかめちゃくちゃあった。エイトメンバー結構多いんですけど、人に抱きつくとかすぐ腕組んだりとかめっちゃ多い。エイトメンバーって多分みんな見てて思うと思うんだけど、そう、うちもともとどっちかっていうとね、長女感っていうよりかはそういう感じないタイプの人間ですから、そうなんですよ。なっちゃんにすごかったみたいな、あれもあの辺はだって私実際に末っ子だったから、そうね、末っ子だったからみんな年上だったんで、もうなんか本当にゆりなはザ末っ子だねってよく言われてたし、やっぱりよしよしってしてくれるタイプの人たちだったから、もうとことんね甘えてましたけど、いざもうエイトの中で年も上になったし後輩もたくさんできてくると、そうではダメなんですよね。どっちかというともうこっち側だからえ、でもめちゃくちゃもともと本当にもうこんな感じよ、基本的ユリナ。あ、こんな感じよじゃなくてこんな感じよどっちでもいいんだけど別に。うん、そう、あとねユリナね、マジで、ね、甘え方よくわかんない。だから末っ子の子ってさ、甘え方を知っているというかうまいじゃん、そういうのって兄弟でね、あの末っ子特有の感じ。え、もうわかんない、うち長女だって長女だもん。長女ってさ上がいないからさ、なくない、そういう甘える経験ないし、どっちかっていうとさ、やっぱお姉ちゃんだから我慢しなさいとか、お姉ちゃんだから譲ってあげるとかっていう風に育ってきてるから、わかんない、甘え方がわかんない、そもそも甘えるの超下手くそかも人に甘えるの超下手くそだから、末っ子の人に甘えるあの天才的な素晴らしさは本当に羨ましいなって思う。そう、というわけであと1分なんでランキング見ます。13位ミッキーさん、12位しわむらさん、11位みゆさん、10位かよこさん、9位あいまつさん、8位サングラスのおやじさん、7位たかさん、6位からっちさん、5位マックさん、4位マーニャンさん、3位、あ、待って、なんだっけな、3文字でなんだっけな、あれ、みんな社長どこいた、なんだっけな名前、てか手帳どこ行った、あー忘れた、手帳どこ行ったかな、手帳にね、そう名前ちゃんと書いたのよユリナ、覚えれるように。まず手帳どこ行ったか覚えてないわ、何さんだっけな、ちょっともうマジで申し訳ない。あ、そう、としきさん、あ、としきさんね、としきさん、もうとしきってね書くんだよね、これでね、としきって読めないんだよね、バカだから、本当に申し訳ない。これね、あやじゅって呼んじゃう、うちやばい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 。2位ゆみごんさん、そして今日の第一はピロピロ T さんです。ピロピロ T さん、ゆみごんさん、くまさん、10匹ありがとうございます。いやマジでとしきさんだよね、としきね。あーもうなんかさ、こうやって眠い状態でさ常に喋ってるから本当に、あー申し訳ない、マジで申し訳ない、頑張るから、あーごめんねとしきさん、ちゃんと覚えとくからね。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。それでは、また、優しい、いえいえ大丈夫よ、だってありがとう。じゃあまた次の配信で、ラスト25分からの配信です。バイバイ。